こんにちは、鉄道博士だよ。2020年8月3日、東京駅地下1階に食堂車風のレストラン、ザ・セントラルがオープンしました。東京駅の北地下自由通路を通って、新たにできたグランスタ地下北口改札から入ります。こちらが新たにできた改札口、グランスタ地下北口です。スイカなどの IC カード乗車券専用の改札口となっています。改札口を入ってまっすぐ歩いて左側にはスクエアゼロという新しい広場ができています。かつて東京駅から多数運行されていたブルートレインの模型やヘッドマークのレプリカが展示されています。まるで大宮の鉄道博物館に展示されているような、マニアにとってはたまらないお宝が展示されています。こちらは1958年から東京博多間で運転されていた寝台特急朝風に使用されていた2等寝台車の模型です。1965年に大船工場の職員が2ヶ月間かけて製作にあたった10分の1スケールの模型車両。10分の1スケールということは全長が約2メートルもある巨大な模型ですよね。なお1969年に1等2等の等級制が廃止され、この車両は B 寝台車となりました。なお実車の那覇ネフ20は2番から4番までしかありませんので、この20番という車両は架空の車両ということになります。2020年を記念したということでしょうね。こちらが那覇ネフ20の模型のつま面です。日本国有鉄道、大船工場、総合車両製作所、3つの名板が取り付けられています。反対側には形式、自重、換算量数、そして昭和40年12月大船工場で検査を完了した印が付けられています。なお実物の20系客車は大宮の鉄道博物館に保存されており、車内に入ることも可能です。こちらはかつて東京駅を発着していたブルートレインのヘッドマークのレプリカです。鉄道博士が最初に乗ったブルートレインは特急朝風3号でした。東京駅から小郡駅まで B 寝台車に乗車しました。こちらは東京駅から西鹿児島駅まで日豊本線経由で結んでいた特急富士のヘッドマークのレプリカです。そしてこちらは東京駅から長崎駅、佐世保駅を結んでいた特急桜のヘッドマークです。途中の肥前山口駅で分割併合が行われていました。そしてこちらは東京駅0キロポストのレプリカです。 JR 各社の皆様にはテレワークが普及し通勤客が減少した今、余裕のある線路容量を生かすためにブルートレインの復活をお願い申し上げます。それでは食堂車風のレストランザ・セントラルに行ってみたいと思います。ザ・セントラルが見えてきました。先ほどの展示物のすぐ北側にあります。日本の食堂車の歴史は1899年に始まります。戦時中に営業を中断していた食堂車は1949年に復活。昭和30年代に入ると全国各地の特急列車に連結されるようになります。東海道山陽新幹線には当初は食堂車が連結されていませんでしたが、博多延伸2年前の1974年から一部の編成には食堂車が設けられました。このレストランザ・セントラルは戦前の風格漂う食堂車の雰囲気を現代に再現しているようです。ご覧の通り、戦後の大衆化した食堂車とは明らかに雰囲気が違います。トーストとフルーツヨーグルトのセットを注文しました。飲み物はセルフサービスとなっており、おかわりは自由です。こんがりときつね色に焼けていて、まるで高級ホテルの朝食のようです。こちらはフルーツヨーグルト、上にはミントの葉があしらわれています。バターをトーストに塗って食べてみたいと思います。
朝食時間帯はこちらのマイテ49のような展望車と食堂車を合体させたようなゾーンには入ることができませんでした。今後ランチタイムやディナータイムではぜひ使ってみたいと思います。こちらには昔の食堂車の写真が飾ってありました。こちらには昔の食堂車のメニューが並べられていました。東京駅の地下1階グランスタ東京に新たにオープンした食堂車風レストランザ・セントラル、改札内にありますのでアクセスは非常に便利です。皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。